科学者としてですね、デタラメとか嘘は言っちゃいけないと思います、はい、私はですね、このところ新興宗教、特に3つですね、中でもハッピーサイエンスなんかを非常に面白いですね、エンターテインメント性のある宗教なんで、やたらなコミックを見てですね、パスタイム、時間を過ごすように幸福の科学の大川隆法さんの本なんかを読んでる方が面白いな。コミック、昔のですね、少年マガジンとか、ああいうのを読んでる以上に面白いな。それにいろいろなところがですね、生きていく上での人生の道しるべというか、頼りになる話をしてるなという、まあ一見褒めたんですけれども、あれ高野って何なんだと思うんでしょうね。だから視聴者が過去にない、ゼロですよ、ゼロ。私は反省をしてます、はい、やはりですね、きちっとしたサイエンティフィックな科学的な発信をしないと世の中の人には信用されないな。わずか4分や5分ですけれども、その時間をちょん切ってですね、私の YouTube のご視聴に当ててくださるわけですから、下手な発信はですね、時間泥棒になってしまいますよね。例えば幸福の科学でですね、私エンターテインメントというのはですね、特に顕著なのはですね、イタコゲーですね、まあ、亡くなった方ですけれども、神様だったっていうからいいでしょうね。イタコゲー、大川隆法さんのイタコゲーはですね、過去の霊を呼び出してですね、即興でエンターテインメントコミック漫才をやっちゃうわけですよ。その即興のコミック漫才がまるでですね、大阪に行くと私が寄って楽しむんですが、漫才師を思わせるような面白さがあるわけですよ。しかしですね、言ってることがまるでご自身の過去、あるいはご自身の未来のとんでもない何次元の世界に行って見てきましたっていうわけですよ。そして今からですね、もう過去の人を呼び出してですね、ここで喋りますからと、まるで真実のように喋るから、世の中の人はふざけんじゃないってこうなるわけですよ。見てきたかのように言うから。それはですね、今の時代には 100% 合わないと思いますよ。それでも信じる人は、まあそれはそれでいいでしょう。そういう人もいるわけですからね。そういうわけでですね、私は今週でこのテーマは終わりにしますが、全てですね、サイエンティフィックベース、科学的なベースを持ったですね、皆様が私のこのお話を聞くことによって少しでもコミュニケーションが良くなるというですね、そのビジョンを満たすようにお話ししたいと思います。はい、今日はこの辺りにしておきましょう。コロク神社からでした。さようなら。